溶接銀は、中華人民共和国の小説家。代表作に、小説、理事制。元中国作家協会名誉副主席、湖北省作家協会主席。全国第6回、第7回全国政教委員。1910年、河南省、東州の地主家庭に生まれた。1929年、河南大学法学院預かに進学。 1931年夏休みに学校当局によって思想の誤り、言動は同段の罪名で除名された。1940年代、理事生を書き始めた。1943年、重慶に転居、中華全国文芸会公的協会理事に当選。1945年、四川省三大県に転居、東北大学副教授。中日戦争後。 上海市に転居、大科大学副教務長、大理文学院長。1950年代、下中主犯大学で教鞭を取る。1957年、右派分子のレッテルを貼られ、お買い送りとなる。1961年、名誉回復。1963年、理事制を発表した。1982年に、陳春心、陳謙心によって、半旗。 小説理事制の代で翻訳され、第20回日本翻訳文化賞を受賞。文化大革命後の76年、81年に、第2巻、第3巻を発表した。1982年に、同作品で、中国文学の最高権威望純文学賞を受賞している。1978年、第5回、第6回全国政教委員、湖北省文連主席に当選。 1981年12月、中国共産党に入党。1999年、北京で死去。去年88歳。1982年、某準文学賞21歳の時、王、梅あやと結婚。ありがとうございます。